山城で包囲されているようだな。吉田の執念。まずは親父殿に組みする将たちと合流する。スミス打ち取らせはせん。急ぐぞ。対岸に陣取っているのは吉田の手勢か。面倒だが奴らを蹴散らさねば先へ進めんな。皆鷺山城から目を離すな。親父殿が撃たれては戦の名分が立たん。織田勢の渡河を許すとは、これ以上の侵攻は阻止せねばなるまい。開門。吉田姿の勝負、山立てするなら切り伏せるのみ。あの旗印、織田の加勢か。信長殿、敵将打ち取ったぞ。聞かせていただこう。開門。貨幣ながらも勇猛なる立ち回り、我らも織田の働きに報いなくては。猛録したな親父。美濃は俺に任せて安らかにくたばれ。このおバカ者が。うつけ殿、壊してくれ。美濃の未来はお主に。うつじり。父上、親父は死んだぞ。奴に味方していた者は命が惜しけら今すぐ俺に下るがいい。今吉達様に逆らっても無駄死にか。父さん様、みんなごめんなさい。この上は吉達を討ち、俺が美濃を継ぐ。親父殿に組みしていた将来との合流を急ぐぞ。信長殿、こたびの援軍恩に切る。だが道山様はすでに。ああ、一足遅かったようだ。光秀、お前は吉達に下るのか。あのような知れ者に仕える気は毛頭ない。俺は道山様への忠に準じる。明智殿は吉達様に歯向かうおつもりか。ならば望み通り死ぬがいい。壊してくれ。敵残らず打ち果たせ。打ち死に。打ち死に。目障りだ。壊してくれ。帰ろう。今は吉達に恩を売っておいて損はあるまい。たごと踏みつぶしてやろうぞ。開門。まず吉本だ。やむを得ん。撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。敗北条件変更。俺が敵の目を引きつける。光秀はその間に追払いをしておけ。すまない信長殿、生きて共にこの窮地を脱しよう。マムシにくれてやる慈悲はない。
残らず戦う。吉田、吉本を呼び込んでいたと。今は無用な戦いは避けよう。これが今取れる最上策だから。ごめん、何も聞かずに僕と戦って。俺に従わぬアホどもは親父と一緒にメイドに送ってやるわ。壊してくれ。申し訳ありません、吉立様。無事に逃げてね。うぬらん残らず拙者の手柄となるがよい。壊してくれ。私の天命のここまでね、シチュウ。しくしゅう。俺に従わなかったことを必ず後悔させてやる。よ、吉田様が引いちまった。俺らは一体どうしりゃいいんだ。とて無駄よ。俺をうつけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。やはり兄上はお強い。信長殿に報いるためにも清瀬への道は俺が切り開く。殺してくれ。この信長こそが天下無双よ。開門。道が開けた。これで撤退も容易になるはずだ。この俺を止めようとて無駄よ。あっちが何やら騒がしいな。敵襲か。急ぎ向かうぞ。壊してくれ。敵の注意がこちらに向いたようだ。俺たちも先へ進むぞ。つけとは侮ったか。耐えきれ、引かせてもらう。ネズミ一匹逃しはせぬぞ。ここを抜ければ清須も近い。皆気力を絞り歩を進めよ。父上、まだ私に生きろというの。家康、いいこと？おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。兄上、申し訳ありません。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。回させん。私の獲物発見ね。壊してくれ。俺をうつけとは侮ったか。聞かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。抗う無知けら不ぞ。世にあだなす愚かさを知るがよい。壊してくれ。この
ません。俺を打つけと侮ったか。許さないんだから。壊してなんと見事な。くらえ、回させん。壊してくれ。壊してくれ。ウヌの羽音は想像し、その羽、次は残らずむしってやろう。東海の覇者はやはり一筋縄ではいかぬか。だがいずれは超えてみせる。吉本様が引いてしまわれるとは。回させん。この俺を止めようとて無駄よ。今川の将である限り、いずれまた兄上と戦わねばならないのだろうか。なんとかここを渡したか。だが斎藤が、ミロが失ったものはあまりに大きい。道山様、前を向け光秀。聖ある限り進むことはできよう。